さあ、有吉弘行のサンデーナイトドリームは、私が有吉弘行でございます。2020年8月2日日曜日ということで、8月突入いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。通常でしたらアシスタントが変わって、行くんですけれども、今日は、特別ゲストに、モーザ中学生さんですね。ユーザーロックの言い方だと、モーザ中学生さんが、お越しになられるということで、ちょっとソーシャルディス、星空のディスタンス問題で、ソーシャルね、ソーシャルです。星空のディスタンス問題でちょっとこのブースに人が多いのはちょっと、断密ということで、三密です、ね、断密になりますということで、三密です、ね、ちょっと星空のディスタンス状態で、ソーシャルディスタンス、ちょっと人数制限かかってますんで、一、はい、人の方がいいということでございますので、安田ザロックですね。安田さんです。安田ザロックさんに来ていただきました。ザロックではつかないんですけども、よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで今日は、はい、もうザ中学生さんが来てくださいますので、ザつくんですかそれ。僕は知らなかったんですけど、そのもうザ中学生さん来てくださいます。ああ、じゃあまあ本人に確認して、で、はい、まあ、確認する時間はないかもしれません。ないんですか。もう始まってしまえばもう、うん、もうザ中学生さんにお任せするしかないですから。いやでもまあ東大きっての MC 芸人になれると僕は信じてますから。もうね、先週おっしゃってましたね。にもう次サンデーモーニングやるのはもうザ中学生さんしかいないんじゃないかなっていう僕は思ってます。サンデーモーニングですか。あの人たちを回すわけですか。もちろんですね。へえ。ラジオネーム半立ち王子、有吉さん、僕すごいことに気がつきました、うん、もう中学生さんって、うん、まあ、もうザですけどね、本当は。もうザ中学生さんは、イニシャルが、MC なんです。な？だからもう、選ばれしなんですよ。ああ。そういうことなんですよ。いや、まあ、まあ、それも本人知らないんじゃないですかね。本人気づいてない。いや、だから、本人って、自分の才能に気づかないタイプの人って世の中いっぱいいるんですよ。本当はプロサッカー選手に向いてんのに相撲やってる人だっているじゃない。はいはい、いますいます。そういうのね、昔からなんとなくそういう風に押し付けられた、そういう風になってる人もいるし、自分の好きな道でやってるんだけど、実はちょっとずらしてこっちになれば一流になれたのになっていうことがいっぱいあるじゃない。やっぱ僕は、その気づきを与えれる人間になりたい、僕は。ああ、まあまあ、そっちの方がいいっすよね、はい、それは。はい。だから、いや、それはだからもう中学生、ま、ごめんなさい、もうザ中学生さん、本人にも、まあ気づいてほしいし、うん、それよりもまあもっと気づいてほしいのはテレビ局関係者、ラジオ関係者、まあネット番組関係者ですよね。うん、もう中学生さんはちょっと、天然のいじられる、うん、いじられやすい芸人だと思ってませんかと。まあちょっと思いがちですけどね、やっぱあの所作とか、いつも、はい、段ボール持ってさ、うろちょろ街うろちょろしてるからさ、はい、ひょっとしてあれあっちの関係の人ですかと思ってませんか。いや、あっち関係と、いつも段ボール持ってあっち行ったりこっち行ったりしてるからっつって、はあはあ、もうそういう謎のおじさんじゃないんですよ。仙人じゃないですから。そういう中学生さんは。はい。ないんですよ。いや、それはまあまあわかるんですけど、うん、やっぱりそうは思えないような気はするんですけど。まあ、それは今日聞けばわかる。まあ、そうですね、うん。そう、確認しましょうよ。恥ずかしい思いしますよ、多分。いや、僕は。ああ、そうだったんだ。やっぱり僕は見る目がないなと思いますよ。ああ、やっぱりそうなのかな。はい、それじゃあちょっとそれ逆に期待したいと思います。ですから今日はもうとにかくメールの方は、ズバリもうザ中学生ということで、うん、もうザ中学生さんにですね、何でも質問とかお便り、うん、応援メッセージ、うん、こうしてほしい質問、人生相談、何でも OK でございます。うんうん、もう中学、もうザ中学生さんに。じゃあもういいんじゃない。そんなに間違えるんなら。So much stress. Now a variety program. Sunday night.
さあこんばんは、ダブルの真嗣、広島から怪談師軍人ロックスター有吉弘行でございます。東京半蔵門から生放送、サンデーナイトドリーマー、8月アシスタントこちら、はい、デンジラス安田です。今日だけです、はい、よろしくお願いします。今日だけでございます、はい、よろしくお願いいたします、はい。ということで、まあ、この後もうザ中学生さんね、うん、猛烈ザーメン中学生ですね、略してね。あ、そうですか。猛烈略して略すと短くなりますけど、あ、フルネームで言うと、うん、猛烈ザーメン中学生そういう、もうザ中学生です。そうだったのそうは見えなくはないけど、はい、がお越しになりますので、はい、楽しみにということでございますけども、ちょっと一つお知らせございますね。はい、JFN パークがオーディという名前のアプリにリニューアルいたしました。すで、に JFN パークアプリをダウンロードしている方はお持ちのスマートフォンで更新すると、 JFN パークが新アプリオーディに切り替わります。引き続き新しいアプリオーディでも、収録の模様や放送では聞けないコンテンツなど番組をより楽しめます。まだという方はぜひインストールしてみてください。はい、というわけで有吉弘行サンデーナイトドリーマー、今夜も最後までお付き合いください。さあ、東京半蔵門から生放送でお送りしてます有吉弘行サンデーナイトドリーマーです。はい、今夜のアシスタントでデンジラス安田です。早速紹介しましょう、本日のゲストでございます。魅惑のサンシャインボーイ、モーザ中学生。あ、どうも皆様こんばんは、私がモーザ、ザの T はチューブの、あの、一番上のチューブの T と同じ T。ですね。はい。夏だねでおなじみチューブの、もうザ中学生と申します。よろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。本当に驚きと、うん、もう本当に家族全員驚いてて、なんでよ、なぜ僕が MC なのかとかあと有吉さんがなぜ僕のインスタライブ見てくれてるのかとか、ホームレス中学生の終わる器じゃないよ。あれ、いや、あれ君の田村さんでもホームレス中学生でも段ボール持ち歩いて、そうですね、段ボールイヤーということで、ホームレス中学生とはもう言わせない。あら、でも言わせていただきたいそこを何度もやっぱ言わせて、もうザ中学生さんはちょっと最初だけちょっとパーソナルな質問をしてもいいですか。ぜひお待ちしております。いいですか、はい、よろしくお願いします。ちょっとだけいいですか、はい、もうザ中学生は本当にそうなったんですか。あ、もう言っていただけるならそうなっちゃおうかなという状態で、この場で合わせたってことで、魅惑のサンシャインボーイはそういうこと気にしないですから。あ、そうなんですか、はい、あ、そうですか、わかりました、わかりました。もうザでいきたいと思います。ザで、今日はもうザ中学生、もうザね、わかりました、ありがとうございます、はい、お願いいたします。嬉しいです、ちょっとパーソナルな質問だけさせてもらっていいですか、はい、ぜひよろしくお願いいたします。さまざまな質問、はい、ボタンを、はい、なるほど、今日2つ、あ、そうですね、されてますけども、はい、2つボタンが好きですか。あ、2つボタンよりやっぱ安心の3つボタンスーツの方が、うん、やっぱりね。あ、そうですね、やっぱ青木青山さん、なんでそれなのに今日2つボタンなのあ、それはやっぱ今日やっぱり偶数なイメージ、なんか有吉さんと安田さんのイメージってなんかグーな、うん、偶数なイメージがあったんで、やっぱり、はい、占いで出てました、それは。あら、本当ですか、すでに。あら、私はそれ分かってましたよ。もやもやもやするんで1個いいですか。あの、1個目にする質問それですか。ちょっともやもやしたんです、すいません。なるべく。もやもやサマーズです。いや、もやもやサマーズじゃないんですけど。日曜日ならではの。で、いいんです、広げなくていいんですよ、今。なんか、1個目かなと思ったんで、それだけなんですけどね。はい、グーです。グーってことね、グー、はいはいはい、グーっていうことで偶数にしてくれたんですね、はい、そうなんです、やっぱグッド GOOD と、はい、GOOD というそういうことゴッドですね、はい、ゴッドと言わせます、はい、ありがとうございます、本当にね、分かるでしょ、はい、もうこの何でも答えてくれるでしょ。いや、まあ答えるは答えますけど、おいくつになりました。あ、
兄の二個下でございます。ああ、そうか。はい、そんなになる？あ、そんなになります。なんだかんだで愛されて。はい、愛されて。愛されて30年以上。はい、37でございます。あ、そうですか。37ですか。37ですか？37ですか？はい。なんだかんだで。なんで、ジョニー・デップの19個下に。いいんで、誰ジョニー・デップにしたんだよ。ジョニー、そんなになるもん。いや、わかんないだろ、めちゃくちゃ離れてるから。ジョニー・オクラじゃないですよね。あ、ジョニー・オクラさんじゃないです。ジョニー・オクラさん。ジョニー・オクラさんがディップつけてると。はい。ジョニー・デップ。ジョニー・デップ。あ、これはちょっと。一本取り合いですね、本当に。やめろ、合わせない。一本のところ合わせんだよ。ぜひ僕焦点をサングラスで見たいって思ってるんですよ。そうすると全員同じ色なので、うまいうまい、はい、ちょっとそうだね、はい、あ、かき氷のシロップ鼻でつまん鼻つまんで食べたら味一緒じゃないかっていう、そうなんです、ね、話あるけど、それと一緒だね、それと一緒の焦点メンバーをサングラスかけてみると全員一緒の色。そんなことない、司会者メガネかけてんだろ、わかるだろ、そんなことないよ、太ったりしたり色してるだろ、驚いてんじゃない、もうトップレベルの、いやトップレベルじゃない、合わせるなと思って合わせ合いだからさ、もうヤマハ発動機の人がさ急にセリエ A の試合に放り込まれたみたいな感じでちょっとビビってんじゃない？サッカーのサッカーのね。ねえ、さあ、あとはね、はい、お久しぶりですね、もう中学生さんは。本当に有吉さんに会わせていただくこと、そして安田さんにも、安田さんって初めてじゃない？安田さん、そうですね、安田さん本当にすれ違いみたいな、そうそう、松さんにお会いさせていただいたりとか、大人数の中では一緒になったことあるけど、はい、そうやって話すことはないか、はい、ないですね。有吉さんもオールスター高野祭ですごく遠くでございますが、そうだね、はい、僕の名前を呼んでくださったりして、うん、それでうちの母ちゃんからその番組終わった後も、うん、ちょっと有吉さんがあんたの名前言ってくれたわよってこう、うん、嬉しさのメールも来ちゃったりとか。俺もザ中学生のお母さんはもう好きだからね。あら、本当ですか、うん、マルタマサコ。マルタマサコ。はい。知らないでしょ、マルちゃん。マルちゃん。知らないでしょ、マルちゃん。いや、じゃあ思いつき喋って。黒い豚カレーということで。いや、思いつき喋って広げてるだけじゃん。黄色いオラウータ。ちょ、待って。思いつき喋って広げ合ってるだけだろ、多分。乗り合ってるだけだろ。違います。いや、そういう風に聞こえんだよ。今はちょっとパーソナル質問タイムだから。はい。あんまりわかんないですよ。まだわかんないです。パーソナルの質問。今は、うん、その、怪物 MC 誕生は置いといて、はい、いつもの丸太くんに質問をして、はい、あ、すいません、丸太くんって言ったらちょっと、本名。ラッパ吹くんじゃないかと困りちゃいますね。ファラファファファー。ほら。ファラファ。ファッファラファッ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 全然伝わってこないですよ。ラッパが好きだなって言ってラッパ奏者、マルタさん。それ言い合えばいいだけの話です、はい。ソーシャルラッパディスタンス取りましょうね。はい。必ずや。はいじゃねえんだよ。はいじゃねえあとはじゃあもう一個ぐらい質問。ちょっと。はい。ちょっと、えぐる質問というか。あら、ちょっと際どい質問をしていいですか。ぜひ、フォア系かな。なんでしょうね。いいですか。はい、ドキドキでございます。一つ、無人島に一つだけ持っていけるお菓子、はい、教えてください。なるほど。あ、やっぱお菓子の部類に入るか分かんないんですけど、やっぱおがくず持ってきたいなと。ないんだよ。はい、何でも使えるからね。はい、万能おがくず。使えねえんだよ。何も使えねえし、お菓子じゃねえし。お前聞いてんのかっていうのが一番正しいよ。何がおがくずだ、聞いてんのかお前っていう。あそうなんだじゃない、ね、やってくれるんでじゃないよ。でもちょっと本音、うん、本音トークで話してしまうとやっぱ僕三幸製菓が好きで、はい、ああなるほど、パリンコ、うん、チーズアーモンド、うん、雪の宿一個でいいんだよ、はい、その中で一つだけなるほど、無人島に持っていくならどれですか。そうそれいいよやっぱオガ&クズマ。またそれ言うのかよ。やっぱりか。やっぱりかじゃねえよ。はたつわ今日。
どうしたの？いや、全然進まないし。才能に嫉妬するとはこういうことか。嫉妬はしてないですよ。だって好きなこと被せ合ってるだけだから、参加したいだけですよ、そっちの方に。それは羨ましいなと思うよ。思ったこと言っていいんだから。いや、すごいですからね。ちょっとえぐりすぎてて視聴者も引いてるかな？あら。いや、じゃあ今の質問は際どすぎたかな。言ってるとしたら何思いつく喋ってんだよ。芸能ニュースなんかは見たりするんですか？あ、芸能ニュースちゃんとあの、はい。あ、じゃあ今日ちょっと芸能ニュース、これちょっとご意見番みたいになるのがかわいそうだからな、はい、なんかネットニュースでほらもう中学生誰々に苦言って明日出るのも申し訳ないけどいい？ちょっとぜひ切らささせていただきます。はい。切らささせてっつってるけど。いいですか？じゃあちょっと言いますよ。はい。生き物係のこれ、はい、生き物係の小学生が、はい、もうイグアナを育てるのは嫌だとなるほどおっしゃってたんですって、うん、それどうですか夏休みだけどまあ確かめんどくさいね学校行ってそうですね生き物係の人まあでもひっくるめてやっぱ、うん、あのカツオだしって言ってあげたいですもう直接あって、うん、もうカツオデジルと書いて、うんカツオだしと読みなさいと読みなさいそういうふうに厳しくちょっとバシッと言ってそうかもしれませんねはい、うん、そうかもしれませんってじゃねえよまず芸能ニュースじゃないし、ね、そうです僕もちょっと芸能ニュースって言ってボケ出しちゃってるからそれでもう乗り出しちゃってるしでデジルがだしだとかなんかごめんなさいお互いの世界観で喋るデジル哲郎あらあ、じゃあ、あらじゃないんだって。言わなきゃ。あら、あら汁。あら、なんでも言っちゃうんだから、俺。あら汁取っちゃうかし。これもう、あら汁。お前広げんなよ。あら汁、捨てずに、送る言葉。すぐハモってくる。こんなこと平気でやるようになったら、もう終わりだぞ、このラジオも。本当に。もう一個だけじゃあ芸能ニュース。はい。芸能ニュースですよ。はい。切らしていただきます。でもこれはでもなんか、デリケートな話だから、あんまり俺はちょっと、したくないんだよな。あら。女優の、アンさん、はい。あ、アンさん。はい。アンさんっていうのは、兄さんと書いてアンさんですけども。はい。ちょっと江戸弁って、アンさんっていう、ね。女優の兄さんがですね。はい。そう、字違うでしょ。え兄さんじゃないでしょアンさんのアンズのアンでしょあ、すいません。はい、アンっていいんだよね、これ。アン女優のアンさん。はい。34歳ですって。うん、はい。なるほど。いぶし銀。うん。はい。34ってことはもう。もういぶし銀と呼んでいいですかそうです、ね、34になってくると。はい。やっぱ29の5個上ということで、やっぱ。うん。はい。そうかなでもちょっとそれは。失礼なんじゃないですかそうですねちょっと言い過ぎちゃったことをお詫びしたいと思いますそうですね、はい、私からも、お詫びいたします、はい、女優アンさん34歳ですけれどもいぶし銀ではないかという発言がもうザ中学生さんからございましたけれども、はい、こちらはあの大変あの偏った、個人の意見でございましたのでそうでしたこちらの公式な、はい、意見ではございます。大変あの不快に思われた方申し訳ございませんでした。申し訳ございませんでした。ニュース読みましょうよ。名前と年言っただけだからニュースをまず言ってないし。なんで？ニュースだってニュースのアーンさんがどうしたんですかってことじゃないですか。まずですよ。まずそっからね。はい、うん。これじゃあ行きましょう。はい。小島瑠璃子さん、タレントの小島瑠璃子さん、はい、小島恵子さんではないことが判明。あれ、ずっと同じだと思ってたのに。なんで思ってたんだよ。違う。いつから思ってたんだよ。のか。これは悔しい。年も全然違いました。はい、小島瑠璃子さんと小島恵子さん、年も全然違いますもんだって。ちょっと驚きましたねこれは、ね、驚きのニュースですね、はい、驚かねえ違う人だっ驚かねえってドイツ人物だドイツ人物だと思うなよだからずっとドイツ人物だと思ってましたはい同じ私はねドイツ人だと思ってました、ね、向こうの方に飛んじゃったドイツの方に小島恵子さんはね正確にはオーストラリアに飛んでました、はい、あれなるほど、はい、ドイツじゃなかったんですよ
コアラのやっぱ、はい、コアラ国に今日はずっとボケ合う気だボケスネイナイトドリーマーライブオンエア。さあというわけで今夜はゲストにですね、毛布がないをお迎えして、はい、お送りしております。もう中学生でしょ。もう中学生やっぱ筆記士が出ちゃいました。お前寒くて、はい、またボケにかませちゃって毛布がないと、毛布がないとね。でも掛け布団ありますか。あ、よかった、はい、ほコーヒータイム以来のほが出ちゃいました。ほうるせえなこの二人めんどくせえ。今日ちょっと辻くん情報なんですけど、はい、ディレクターの、はい、もう中学生さんが今日ゲストということを、はい、でまあちょっとドタボタしてたら、はい、こちらのラジオ局の方に、はい、ガリガリ中学生の方からですねちょっとガリ差し入れが届いたみたいです、はい、そうなんですか。ガリガリ中学生ことガリガリガリクソンさんから、ね、ちょっとなんかまた甘いものが辻くんが辻くんが頭かいまた付きまとこれまた呼ばないわけでいかなくなってくるじゃないですか。もうザ中学生さんが出れるんだったら俺だって出してくれよっていうガリガリ中学生さんの方からのまあそうでしょうね、ちょっとお願いなんですよね。そうですよね、うん、まあそういうこともありますけど、はい、ちょっともうザ中学生さんにメール来ております、はい、わ嬉しいな。ラジオネーム東北自動車道、はい、FM 三重。有吉さんとモーザ中学生さんのハモリ最高に綺麗でした。綺麗な音楽聴かせてもらえて最高の放送です。わ嬉しいです、ね、夏だね。夏が噂してるはあなたのせいよ。そんなこと言ったって僕は夏のせいじゃない。全然合わせねえじゃん、ま全然ハマらないし歌も合わせねえじゃん勝手な方向向け出してんじゃんなんかじゃあね、持ちドリル、はい、もうザ中学生さん質問です。はい。あ、これちょっともう素人ってこんな厳しい質問するんだな。厳しい質問。好きなアーティスト教えてください。わあ、いい質問ですね。そうかな。あ、結構でも「へいこきましたでね」でおなじみのメンズファイブさんとか。メンズファイブさん好き。はい、「へいこきましたねあなた」でおなじみの、はい、「へいこきましたね」。はい、あっブリン今こいたんだけど、こきましたねって言われた後にこいたんだけどまずそうですね、アーティストさんでも本当に好きな方いっぱいいまして、はい、やっぱ全部教えてください。全部聞くの好きなアーティストを、はい、全部教えてください。まあ、所ジョージさんも好きですしあと日ハムの吉井コーチとかも結構好き。歌ってんの？いやいいですね。もっとイエローモンキーですからね。もっとイエロー。それは吉井、それは吉井でしょ？吉井さんでしょ？それイエローモンキーの吉井さんでしょ？だぐらいですか？はい。全部言ったのも。言ったんだ全部。これじゃあもう一枚。ラジオネームマーキー、福島 FM。これじゃあちょっとそろそろ本題に入ってまいりますけどもね、はい、天性の MC と呼ばれるもうザ中学生さん、はい、今一番乗っ取れるなら乗っ取ってみたいなと思うテレビ番組ありますか。わあ、ちょっと朝はい、こうワイドショーなんて見てますとこう生 CM 突然、うん、はあ、なんだか歯が綺麗になりたいな、そんな時はこれって朝の生 CM あるじゃないですか。あの生 CM の座をぜひ僕撮りたいですね。生椎茸じゃないんだ生椎茸じゃないんです。生 CM なんだ。そのまんま食べちゃダメよ、ダメダメの生椎茸。椎茸はでも逆に洗っちゃダメなんですよ、はい、あら、椎茸はもうちょっと拭いてそのまま食べるのが美味しいです。え
そうだよ。僕よーく洗って。あ、ダメなんですよ、あれは。風味が落ちますから。そうなんですよ。どこまで行くんだよ、その話。椎茸のその。ボケ多いよ、ちょっと。オフィシャルヒゲダンディズム、ヘローです。ということで、有吉弘行サンデーナイトドリーマー東京半蔵門から生放送でお送りしております。はい、今夜のアシスタントはデンジラス安田です。ゲストは、オフィシャルチンゲズムことモーザ中学生さんです全国ことないよ。ろしくお願いいたします。チンゲズムどっちゃってボワン、はい、ボワンと音で言うならボワンです、パンツの中からボワッとチンゲが出てきた、こんにちは。いかにしろよ、お前。なんだ、その歌。こんばんはかもしれませんね。そこじゃねえよ。そこじゃねえよ、ダメだすんの。そこかもしれませんね、じゃないよ。ということでね、もうそろそろお任せしてもいいんですけどもね、何でも。もうついに、もうパーソナルな質問も100いきましたから。言ってないよ。言いたいこと言うやつはダメじゃない。もう、でまあ、ここは短いのか。次のブロックからでいいですか。ああ、そうっすか。じゃあ、次のブロックからもう、モーザ中学生さんにバトンを渡しますけども、はい、ちょっとここは、じゃあもう少しだけパーソナルな質問とか、リスナー、リスナーというか、リンスインシャンプーたちから、ちょっとメールも届いてるんですよ。ティモテ以来のツルツル。以来じゃん。ティモテ。ティモテ。ティモテ。せーの。ティモテ。一回もハモってないからね。言っとくけど。ラジオネームカッペン。FM シガ。ビビル。大木、深川、小島、畠山、手島、島田、和、若月、加納といろんなゲストが来ましたが、こんなにも手が合うゲストは初めてでしょうか。二人はもしかして同じ中学、オナ中ですか。ここだけはちょっとね、はい、言わない方がいいかもね。P でございます。ここはちょっと P にさせてください。はい、オナチューかどうかは P にさせてください。オナチューじゃないでしょ。ここだけはちょっと、はい、すいません。だって出身が違うでしょ。長野かなんかでしょ。広島と長野でしょ。オナチューじゃないでしょ、絶対に。ラジオネーム、すぎすぎ。あ、これはちょっとじゃあ先に聞いとこう。はい、もう、中学生さん、はい、ごめんなさい、失礼します。ちょっとラジオネームのこのすぎすぎさん間違えてます。もうザ中学生さん、そうですね、はい、ザが抜けております。いいのか本当にそれで。もう中学生さん、はい、良い段ボールと、はい、悪い段ボールの違い、あ、教えてください。いい質問ですね。やっぱこの八百屋さんからもらってくると、ちょっとありがたいことに、そのおこぼれレタス、おこぼれのレタスなんかが1枚ちょっと段ボールにくっついてたりするんで、まあおこぼれレタスもらえるのは嬉しいんですけども、そのだけどちょっと濡れてたりするんで、やっぱそういうところよりやっぱ家電とかそういうもので使ってた段ボールの方が、あと薬屋さんですね、薬屋さんでティッシュとかをこう固めの段ボールで包んでたやつとかを もらってくるのが基準。はい、でもおこぼれレタスはもう八百屋さんしかないですもんね。あ、そうですね。それにやっぱごまどれかけて食べるのがうまいんだな。食べるの？食べないでしょ、そんなの。こぼれたすなんて。あれ、でも家電の箱だったら、はい、あれじゃ、こぼれネジとかいっぱい入ってたりするんじゃないですか。そうなんです。こぼれネジがなくて困ったなっていう時に、うんうん、その、そうですね、家電の段ボールもらってくると、うん、その、おこぼれネジさんがたくさん入ってるんだ。ないだろ、ね、たくさん。こぼれいくらじゃないけど。そうね。はっ、これこれ。はっ、はまずし。いや、ないだろう、はまずし、アイス、うまし。はい。はまずし。寿司を見ろよ。まず。そうですね、お寿司もうまいんですけど。何アイス、アイスも。31アイスクリームさんから差し入れ。あ、そうっすか、ね。差し入れが入りました。先週、はい、ね。ちょっと話したの。昔食べて、帰れま店で食べてたと。はい、ちょっとラムレーズン好きだとかいう話してたら、はいはい、ラムレーズンが化け物みたいな量、はい、池の水抜きましたみたいな量のラムレーズンが
池ぐらいのラブレーズンぐらいの時にあんなラブレーズンあるんですね。サーティワンさんありがとうございます。さあということで、じゃあちょっとこのブレイクを挟んで、もう中学生さんにちょっといろいろとなんかいろいろ持ち込んでくださってるみたいですから、はい、ちょっと MC カンペも持ってまいりました、はい、ちょっとじゃあこの後、はいはい、もう中学生さんにお任せしたいと思います。一旦ブレイクさせてください。Slay Night Dreamer Live on air. Send us a message using the form on the Slay Night Dreamer homepage. www.jfn.com/dreamer. Slay Night Dreamer.さあということで、今夜はゲストに猛烈サラリーマンこと、はい、もう中学生さんにお越しいただいております。そうなんです、猛烈でおなじみの、はい、合言葉は全部踊るんだね。ちょっとなんか今日は MC のカンペみたいな台本を書いてきてくださったんですか。はい、もしなんか MC やることになるかもっていうことで、そうですよね、はい、眠れぬ1週間を過ごしてまいりました。はい、じゃあドキドキワクワク、まあ、いいですか、ちょっと参加させてもらって、はい、僕らも。かしこまりました。じゃあちょっと9分割、ちょっと持ってきて。あ、はい。あ、今、9分割のあのパネルがやってまいりました。はい。いろいろちょっと出し物の、9つ書いてある出し物が書いてありますけども。はい。ネプチューンゲーム。はい。DJ ヌーベイ。DJ ヌーベイ。うん。はい。発表、原付きランキング。カープゲーム。はい。イージューライダー。ダーラーメン何回湯切るかな。はい。サンドリー福男を決定。あとは何ですか、仮想大賞何点かな。そしてクイズ年号当てという、おなじみの9本でございますね。あと一応2軍もありますので、万が一の場合はこちらの2軍に行くことも。今日ちょっと3時間特番じゃないんですから。すいません、ちょっとボリューミー。ボリューミーですけど。ちょっといいんですか、じゃあ参加させてください。よろしくお願いいたします。9項目あるんですね。まずは皆様、どれをやりましょう。選びましょう。どれも面白いですもんね。そうなんです。トレトレで。はい、イージューライダー。イージューライダーで。はい。ありがとうございます。これ、リスナー、ゲストの皆さんも、ご参加いただきたいんですけど、はい、皆さんで今から、何もないな、誰もいないな、何もないな、誰もいないな、何も、って、ひたすら、繰り返していただいても、はい、よろしいでしょうか。感情を抜いていいんですね、結構ね。そうですね。はい。ふーっと体楽にしていただいて、はい、お願いいたします。じゃあ、ゲスナーの皆さんもこれをやればいいですね。はい、ぜひラジオの前でお願いいたします。はい。はい、いいですか、はい、はい、お願いいたします。何もないな、誰もいないな、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 ちょっといいですか。めっちゃ面白い。いやいやいや、面白い。いや、我々は面白いですけど、聞いてる人は何が面白いかは、それは分かりませんよ。めっちゃ、ボボボみたいな人がバイク運転してる。いや、今、動画で見れば面白いかもしれないけど、超ドスーパーアフロのサングラスかけた人がバイク運転してイージューライダーを歌いながらのリズムでこうやってやってたんですけれども、いやーまさかのね、一言も喋らないっていう。どうしても後で見たいっていう人はちょっと、はい、ホームオーディでホームページ見てくれたら、なんかそうですね、はい、見ていただければと。面白いは面白いですけど、ありがとうございます。ラジオに見てる、これはもう定番のコーナーでしたね。そうですね。ね、あ、まずコーナーだったのかっていうね。コーナーだったのね。イジュライダーはもう終わったんですもんね。イジュライダー終わりです。終わったんですもんね。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ちょっと緊張するな。なんか憧れの番組だったからちょっと緊張します。本当ですか。その緊張もやっぱ緊張の夏ということ。いいよ。いい。二人で花火やらなくていい。次行ってくれ、次。ダブルグッズさんです。
有吉さんじゃねえんだよ。選んでいいですか？はい、お願いいたします。僕野球好きなんでね。はい。カープゲーム。あ、カープゲーム、かしこまりました。はい。はい、カープってあの広島のカープかな。どうなんでしょうね。なんだろう。MC でしょ。あ、マイクがいりますか。マイクが、ああ、まあ、スタンドマイクをご用意されて、ね、それはいりますよ、ね、当然ね、 M1 のチャンピオンですから、サンパチマイクの前に立つ。 M1 のチャンピオン。M1 のチャンピオン初耳ですけど。あのこれも、はい、あのリスナーの方もみんなで参加していただきたい。嬉しいですね、はい、ああ大きな段ボールが出てまいりましたね。段ボールは今あのこの池が、はい、あるんですけども、池の時の状態の時は、はい、みんなで一緒に行け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 、はい、で、あ、ここにちょっと待ってください。恋が来ました。うん、恋が来た。恋が来たらみんなで一緒に恋恋って言っていただいてもいいですか？行け、はい、恋、はい、恋、はい、なんで、あのゲスナーのリスナーの方々もこうついてきていただいて、はい、あの有吉さん安田さんについていただいて、はい、わかりました、はい、はい、それではじゃあ行ってみましょう。カップゲームスタート。はい、恋行け行け来い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 行け行け行け来い来け来い行け来い来い行け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 来い来い来い行け来い行け来い来い行け、ああ、間違えた。ああ、でも、まる。これは楽しいな。まだまだラジオの方があまりわからないとは思うんですけど、僕今のカープゲームで一番面白かったのはあのもう中さんの顔だったんで、はい、はい、ゲームも面白かったんですけど、うん、顔だったので、これちょっとラジオで伝わるのかな。これプレステ4で出てますって。出てない、絶賛発売中ですよね。してないでしょ。お近くのファミコンハウスへ。ファミコン、なんでファミコンハウスなんだよ。どうやって入れんだよプレステ4を。いやー、ノリに乗ってますね。しかしMC ですよね。そうですよ。MC ですよね。今日、こういう番組の MC もなさります。ああ、いやいや、まあまあまあね、好きな。硬派な番組から、はい、家族みんなで楽しめるゲーム番組の MC まで、いろんな番組なさってます。なるほど。あ、そういうことですか。なんか、こう、お願いしますってだと、おしゃべりにならないんで、まず。どうしようかな。DJ ヌーベ。あ、DJ ヌーベ、かしこまりました。楽しそうだ、ね、何が出てくる。大量の荷物を持ち込んでるだ。これで喋らないじゃないですか。DJ ヌーベって言ってからって MC って大体ここを逆に言ったら繋ぐぐらいの DJ の機械感じなのに、わ、 DJ の機械を持ち込んで、もう中学生 AKA マルタ。真ん中に AKA が入らない。またなんか動画撮りで撮らなきゃいけないって、はい、お願いします、はい、あ、じゃあ有吉さん、はい、ヌーベ、地獄先生って言っていただいてもよろしいですか？はい、いいですか？はい。地獄先生ヌーベ。で、佐さんも言っていただいてもいいですか？地獄先生ヌーベ。まあまあまあ、はい。めっちゃ面白いね。いや、面白いですけど、はい。違う言い方してみていい？あ、なるほど。違う言い方？地獄先生。なんで？なんで？まあまあ、そりゃそうです。そりゃそうですよ。もう一回やらせて。もう一回？早いので言ってみよう。はい、追いつくかな？じ、うん、何？何？じ、恥骨女房。ちょっと恥骨女房がヌーベ出ちゃったじゃん。やっちゃダメだな。恥骨女房ヌーベになっちゃったよ。はい、地獄先生全部出るじゃん。ヌーベ全部出るじゃん。ヌーベ何でも出るじゃん。いつ言っていただいてもここに置いとくので、はい、いつ言っていただいても。
これでもう、また終了ところですね。はい。いや、そういう番組だから。そういう番組ね。地獄先生。そっかそっか。地獄先生って言ったらもう、なるのね。なるのね。なるのね。言っちゃったらなっちゃうのね。あ、そういうゲームなの。いやー、これ相当面白いですね。これもう本当人気のゲームばっかり今日用意してきてくださって。そうですね。ありがとうございます。まだ言っていいですか？あ、で、あと一応、はい、テープレターなんていうのもちょっと、その芸能人から。ありがとうございます。はい、感動のちょっとコーナー。あ、そうなんですか、はい、すいません、ハンカチをご用意ください。はい。優しい MC だ。さあ、今日は誰からでしょうか、はい、テープレター、お聞きください。はい。有吉さん、安田さん、こんばんは。こんばんは。ジョイマン高木です。いつも日本に笑いをありがとうございます。ぜひこれからも健康に気をつけて頑張ってください。ジョイマン高木でした。テープレターでした。嬉しいな。本当でしょ？はい、本当から。タカちゃんから。タカちゃんから。嬉しいな。なんかいつもこのコーナーなんか我慢しなきゃって思うんだけど泣いちゃう。いつもって、あ、これいつもやってらっしゃるコーナーですか？これも。いつもタカちゃん。あ、そうなんですか。なんか前言ったら、失礼かもしれないですけど、シンプルな、非常にシンプルな挨拶というか、なんか持ちネタもなく、ね、なんか、ジョイマンだったら持ちネタもありそうなのに、なんか持ちネタもなく。ほら、もう最近のテレビは16小節のラブレターとかもそうなんですよ。パパパパパパパーみたいな曲で泣かしてる部分あるじゃない。ありました、ありました。今の見ました？はい。剛速球。バカがつそれでこんだけ感動するんですから言葉の力ですよ。言霊ジャパン。言霊っていうかね、すごくなんか何もピンとこないというかいう気がしたんですけどね。なんか持ち根で言った方が良かったんじゃないかっていう。最高ですよね。まだいけますよね。あと1分半ぐらいありますけど、ね、はい、行っていいですかゲーム。はい、いやもうもったいないな、選んじゃうの。終わっちゃうもんね、選んだら。お手軽なのは、あの、クイズ、年号当てなんて。ね、それやりましょう、クイズ、はい、年号当て。年号当て。はい、それでは、問題。あ、クイズなんだ。あ、はい、クイズね。じゃあじゃあ。ブラウン監督がベースを投げたのは何年でしょう？2000。広島カープのですよね、はい、多分ね。抜きこ抜いて投げましたよね。はい。あの球場、市民球場でしたからね、まだね。2007年。あ、すごい。2006年です。正解。惜しい。惜しい。惜しい。あ、じゃあ、友坂理恵さんが丸ってした年は、丸に加入したのは何年でしょう？CM の？はい。白鶴丸ですね。あったな、そういえば。でも、今の氷川くんに代わって3、2、3年、その前が、城島くん。すげえ。城島くんの前の、だから、その、メガネのおじさん。矢崎茂さんの後だよね、だから多分ね。あの人だから、を考えると、2010! あ、正解は2006年です。意外と惜しいな。両方とも。ちょっとすいません、はい、あの私あのアシスタントの有吉がちょっとアシスタントなんで最後のお知らせです、はいはい、有吉弘行のサンデーナイトドリーマー、はい、別名もう中学生の、はい、もう中学生の、汗もできちゃうよ、あの、はいはい、もう中学生の汗もできちゃうよ
あっという間に1時間が経過しようとしておりますけれども、もうザ中学生さんが持ってきてくださったあのボードとか、はい、いろいろやってくださってるのはなんとなく写真に撮って、はい、ホームページね、番組のホームページの方に写真がなんかなんとなく流れてますんで、はいはい、どうしても音だけで楽しめないという素人の方はぜひそちらもご覧ください。そうですね、まあ、本当のもう玄人の方はもうこの音だけで楽しんでいただきたいなというふうによろしくお願いします。思っておりますけど、まだあと1時、もうでもあと残すところ1時間足りないなということになっておりましたけど、まあ9時台もちょっとお楽しみにということで、はい、メールも来ております、うん、ラジオネームペチャウサ FM 鹿児島。いやもうザ中学生さんの MC はトーク力もさることながら企画力も素晴らしく、これまでにない MC 最高です。これまでじゃないよね。確かに。ラジオネーム別れ際ちょっとムキになる、うん、FM 岩手、うん、DJ ルーベさん、はい、いきますよ。チンポ石鹸。ラジオネーム夢の中でもアルバイト FM 岩手、僕も遊ばせてください、うん、地獄千鶴先生。それだと出ないんだ。出ない、ね、出ない、ね、出ないパターン。ラジオネームサイン Z、 DJ ヌーベ僕もやらせてください。ションベンティーチャーヌーマッタヌーベ出るのかよ。出ちゃってんじゃねえ。出ちゃうね。ションベンティーチャー伝わってるとこあるみたいですね。伝わってるとこは伝わってるということで、オーディという新しいアプリをダウンロードすればですね、はい、いろいろ聞けます、楽しめます。ぜひやってみてください。一部の地域の方この時間でお別れ、また来週も、私有吉とデンジャラス安田とスペシャルゲスト、あもうザ中学生でございました。ありがとうございました。さあ2020年8月2日日曜日、時刻は夜9時になりました。この時間からロッキーの皆様、改めましてこんばんは、有吉弘行です。今日のアシスタントはデンジャラス安田です。東京半蔵門から生放送サンデーナイトドリーマー、今夜のゲストは猛烈中学生。猛烈の伸ばし棒はニョロニョロだよ。もう中学生でございます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。何でもロッカーだな。ついに21時になってしまいまして、はい、日本、はい、今一番日本で盛り上がってるとされている、はい、半沢直樹さんが始まってしまいました。あ、いよいよもう第3回の放送ということでございます、はい、うん、私はラジオとはゆえ、ね、うん、これ裏番組、うん、負ける気はないんですよ、うん、心強い、常に戦いたい。なるほど。ということで今回の、はい、ね、こういうゲストなんですね。こういうゲスト、半沢隆さん。半沢、もしプルコギ食べたらうまいよ。半沢中華だ。半沢中華って言った。完璧です。半沢中華モノマネいけますね。モノマネ結構、はい、本当に、はい、好きです。いやだからね、こう本当に幅広いんですよ。ザ器用というか。そうですか。マルチな才能。モノマネ、はい、何でもできます。あ、何でもできます。オフィシャルヒゲ、はい、ダンディズム、はい、さん、よろしくお願いします、はい、俺たちはヒゲダンディズムだぜ。山陰の出身だから美味しいカニを食べてるよ。ノドグロも忘れないで。乗っちゃったよ。ノドグロ忘れたら忘れ物に入れといて、
忘れ物に入れとけばのどぐろの旨味増すよ。じゃんじゃん。のどぐろあかん。終わったのに。のどぐろあかん。終わったのに替え歌出した。人生舐めてもこれ舐めあて。あ、入れただけ。V 神三千のどぐろ。のどぐろじゃのど飴。ずっとかぶさってんじゃん、また。またやってんじゃん、それ。断ればいいじゃん。そんなんだったら。俺得意って言うから。ヒゲダキズムできるって言うんだったら、でやればいいし。できないなら断ればいいじゃん。すいません、アントニオ猪木さん、申し訳ないです。なんか食材食材持ってこい行くぞ言ったことねえよ。アントニオ猪木さん食材持ってこいって言ったことないよ。言います、新弟子たちに。新弟子に言います。新弟子たちにちゃんこ作るんだから。食材持ってこいっつって。食材持ってこい。いや、でも聞いたことないなぁ。ね、桑田佳祐さん。はい、あらぼほいやそれは喉ちょっと痛めたからフィニッシュ持ってきてくれ腹棒フィニッシュで直してる腹棒は言ったことあるじゃん言ったことないやつまたやんのかなと思ったらさ今度は言ったことあるやつやっちゃう忙しいよねこっちもね本当あと得意な、はい、モノマネがありまして一押しあります自分からやるの、はい、お願いいたしますどうぞドラクエの建物入る時の音のモノマネ得意でしてはい、出ました。はい、すいません。そっぱ、そっぱ、そっぱ。はい。俺もできんのよ。あら。対抗しちゃったよ。そっぱ、そっぱ、そっぱ。いいよ、同じようなやつだったら。ご一緒にやるさ、デュエットでやる。デュエットでやる。よろしくお願いいたします。そっぱ、そっぱ、そっぱ。もったいなくない時間これはいらないんじゃない二人いっぺんにはワンターンでいいんじゃないかな今のうどんじゃないよいや分かってるよそんなの分かってるよでいらないんじゃないかなとまず急に本格的なモノマネも入れられてさなんだろうな参っちゃったいや参ったら忙しいなと思って忙しいなっていやだからまだこれは今ちょっとお話ね、はい、させてもらってますけど、はい、番組はまだまだ続きますから、はい、9時台ももう中学生さんの、はい、あせも何でしたっけ、あせもあせもだ何でした番組もう一回教えていただいてよろしいですか、はいはい、もう中学生のお面の紐切れちゃったもう変わったよ絶対中学生さんのお面の紐切れちゃったは、この後、まあ、9時10分ぐらいからですかねまた再スタートいたしますので再スタートぜひぜひお楽しみください再スタートはもうタイトル完全に変わっちゃったわけですね、番組、ホームページは、オーディをダウンロードしてはい、オーディをダウンロードしまして、はい、JFN パークだった人はアップデートすればオーディへと変化しますのでそちらからぜひもう中学生さんの映像も見れると映像もう僕さっきちらっと見ましたけど、はい、もうすでに乗っかってました、うん、イージュライダーの、ね、イージュライダーのやつが2カット映ってましたちゃんと何もないだ誰もいないだ2カットありました十分笑いましたカープゲームのね様子なんかも流れておりますので、はい、面白かったですけど今夜メールテーマはもうズバリもう中学生さんのお面の紐切れちゃったよの、はい感想、はい、メールなんかを送って、くだされば嬉しいなと思います完全に変わったんですね長野の、はい、ご出身そうなんです、ね、長野でございます長野のスーパースターでございます、はい、川中島出身でございます川中島の戦いの戦いのねところでございます川中美幸さん好きですか川中美幸さんいいですねあの口元ちょっと乗っちゃってそうなんですよねいいですね素敵ですけど長野の皆さんにちょっと一言メッセージ送ってあげてくださいそうですねもうそうめんの季節ですけども一回だけでもいいからやっぱ流しそうめんやってくださいそうするとやっぱ家で作るそうめんの楽さが分かるのでぜひ流しそうめん今年の夏も一回は長野ならではのこと言ってくれよ長野の皆さん以上メッセージでした以上じゃねえよDreamer. Live on air.
message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer Sunday Night Dreamer。さあ、ということで、メールもいろいろ届いております。ラジオネーム、ラッコフェスティバル。もうザ中学生さんのイージューライダーの写真見ました。僕には、首都高を走っているもうザ中学生さんに見えました。わ、そこまで見えたんですね。首都高バトルな感じが。ですね。思わず。そうかもしれません。始まるかもしれません。首都高バトル。もっとね、本当は悪い、もうめちゃめちゃ悪かったですからね。そうなんです。不良。もう長野で有名な、長野の粗大ゴミって言われてね。そうですね。全然悪くねえじゃねえかよ。全然悪い印象ないよ、粗大ゴミって。お米の研ぎ汁、ちょっと飲んじゃったりとか。はい。いじめられてたんじゃねえかよ、じゃあ。お米の研ぎ汁飲むんじゃねえよって言われてね。はい。飲んだのに飲まされたのに怒られてんの、かわいそすぎるじゃん。そしたら。すいません、はい、不良ですから、もう不良なの、暴走族ですね、暴走族でした、全然見えないし、イメージないわ、まだ。なんていうチームでした、ホトトギスからちょっと来たんですけど、ギスホトトっていうね。なんでホトトスが来たんだよ。走ってね、はい、うん、走ってる時読みやすいように、ギスホトト、あ、ホトトギスって読みやすいかな、船と同じように、なんで読みやすくしちゃったんだよ、ね、はい、いいだろ、わかんないよ、捕まっちゃうだろ、すぐすぐバレちゃうじゃねえかよ。さあ、ということでね、そろそろ番組の方また続けて行っていただけたらなと思います。よろしいですか。あ、はい、すいません。じゃあ9つのメニュー持ってきて。はい、前がやってんだよ、ね、はい、ね、ネプチューンゲーム、あ、ありがとうございます。ゲーム、お待ちください、はい、ここでお待ちくださいっていうのさ、海の神様、ネプチューンですよね、ガサガサ言っちゃってるし、もガサガサ言っちゃってるし、ね、ネプチューンっていうのは海のなんですか、それともあの3人トリオの芸人さんの、芸人さんのなんか、はい、あ、なんか出てまいりました、はい、きちんと、はい、渡辺プロさん、公認で出てらっしゃいまして、ネプチューンさんの貯金箱、芸人さんのね、はい、お祭りの景品で当てたんですけども、うん、ランダムでネプチューンさんの誰かが入ってます。はい。これ。ああ、なるほど。はい。リスナー、ゲスナーの皆さんも一緒にお考えください。はいはい、この貯金箱の箱の中に、お三方の誰かが、入っております、はい、ネプチューンさんの、太蔵さん、ホリケンさん、名倉、どれかですね、名倉さんね、名倉さんも、3もつけて、でちょっとヒントとして、はい、動物に今からこの中身をちょっと見せてみます、はい、はい、なんか泣いてますけど大丈夫ですか、はい、なんで、はい、ちょっと動物に、動物にその箱の中を見せる、はい、はい、見せてみます、はい、ちょっとどんな、これがヒントでございますね、見せてみます、動物にだけ特別に見せてます、今貯金箱の中を、はい、あ、何ゾウに聞いてる、はい、ゾウに聞いてます、なんて言って、ゾウ、おおって言ってますね。あー、なるほど、これがヒントです、ゾウが思わずおーっていうような人が入ってんだ。はい、もう一つぐらいヒント欲しいけど、はい、じゃあちょっといいですか、はい、見せてみます、今動物にだけ答えを見せてます。誰に、猿に、猿にちょっと聞いてみます。何聞かされてるんだよ。はいはい、もうだいぶ分かってきたぞ、絞れてきた、はい、今ので分かります、だいぶ絞れてきたよ、ゾウと猿に聞いたんですよね。そうですね。もう当てていいんですか。はい。さあ、じゃあお二人方お答えください。ネプチューンさん誰が入ってるでしょう。いきますよ。はい。せーの、名倉。あ、お二人も名倉さん。はい。はい。じゃあ正解は。てけ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 そうなんです。太蔵さん見るとやっぱこの同じ声が、やっぱずっと。なんか違う音だってる。ドタバタ、ドタバタ。ドタバタして。ドタバタ。違う音って、、ね、違う。違う音聞こえてんだよ。
遅い。それ出るまでが。それ出るまで。それ出るまでに時間かかりすぎだろ。改良の余地あるよ、それ。すぐ出なきゃダメだよ。太蔵さんか。太蔵さんでございました。ああ、外れた。このゲームは本当に盛り上がりますよね。単純だけど、いつもね、出ないんですよ。ちょっとでかい版もあるんで、あもし、あ、そうなんですか。はい、再チャレンジしたい際は。またやるときはお願いします。いやー、ネプチューンゲーム、また今日もダメだったなぁ。ネプチューンゲームでした。またってことは、お前参加したことあるってことですよね。アレイさんね。夢中だよね、もうこれ、本当にやってもらえるんですか？あら。サンドリ福男決定。はい、サンドリ福男。決定？はい。ちょっとお宮を今日持ってまいりまして、はい、いつも神社のね、わーっとなんか走って1位だった人、そうですよね、福男に、わー、鳥居を持ってきてくださったんですか、はい、サンドリ福男をわー嬉しいね、ありがたいね、なんか、いやなんか厳かな気持ち、なんか特別に作ったみたいな感じで、サンドリって書いてあるんですね、鳥居に、ありがたいですね、はい、なんで、はい、神社が用意されました、今、うん、安田さんと僕で、はいはい、あちらのスタジオのところからちょっと走って、はいはい、走ってきて、先にここにくぐった人が、サンドリ福男。なるほど、はい。サンドリ福男決定。楽しみです、ね。じゃあ私か、ってことですね。はい。ちょっと。ちょっとじゃあよろしくお願いします。はい、じゃあ、リアさん、用意スタートを、ね。わ、はい、かりました。2020年、8月2日、今年もこの時間がやってまいりました。サンドリー福男を決める、大会が今から開かれようとしております、今回の参加者は2名ほどでしょうか、さあ時間が迫ってまいりました。それでは始めましょう。サンドリー福男スタートあー安田1番安田一番福、はい、一番福安田はい、お名前どうぞ。安田です。はい、はい、安田さんです。はい、はい、安田さんがサンドリ福男イエーイ、はい、でも桃沢中学生さんも2番福ですから、はい、僕も2番福という、悪くはないですね。はい、サンドリ運アップ、2人しかいないから、はいはい、いやもうちょっとなんかあんのかと思ってた。いやもうちょっと中継だから、中継入ったんだよ今。いや違う、なんかすげえ番組ってそうでしょ、面白い予感したから参加して、参加してみてさ、こんなに何もないんだと思って24時間テレビとか27時間テレビ見ててもこういうコーナーない、途中で地方とかで、あ、なんか面白そうだけどなんかあ、まあ言われてみたらありますね、そういうもんよ。あ、そうですか、番組って、あ、そう、あ、全部が面白いわけじゃない。そう。コーナー織り混ぜていろいろですから。なるほど、なるほど。あ、そうですか。はい、何の方だったわけですね。なるほど、なるほど。男決定でございました。ちょっと、なんか感動したいんですけど、はい、そういうコーナーはないですか？もちろんあります。泣ける系。はい。ちょっと涙出ちゃうよ系ありますね。はい、やっぱりあれですね。ないんじゃねえか。ザ・お中元でございます。ザ・お中元。はい。これはもう、もうサンドリのスタッフさん、一同に実は僕、お中元を。はい、はい。嬉しいね。これはちょっと涙もんの中身でございます。そうなんですか。今日はちょっと、ガリガリ中学生の方からもちょっとね、お中元を送られてきてます。お中元みたいなもんがね、送られてきましたもんね。またガサガサすげえ、ガサ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 、賑やかで楽しいですね。なんかちょっと地獄先生ヌーベイの電池が今高井さんが素人が触るとね、これありますから。地獄先生ヌーベイグッズが今命と言われる電池が電池が抜けました。もう命ですから電池は。全部足りますか？はい、単一で、単二ですか？単一を、6本しよう。単二、今時単一6本使います。じゃあ、また落ちましたよ。何をしてんだよ、お前らは。ガタ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 。大丈夫、6本ありますか？6本ありました、無事に。ちょっと確認してください、音声、機材チェックだけしてください。そうですね、音が鳴るかどうかだけちゃんと、ね、壊れてたら大変ですから。
はい、すいません、あの視聴者の皆様半沢直樹やってるところ申し訳ございませんけども、ちょっと地獄先生ヌーベの機材をちょっと言ってみますね。はい、いいですか。はい、地獄先生ヌーベ大丈夫でした。大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。ヤマハの機械なんですね。高級なやつ、ね、ハードオフで買わさせていただきました。ハードオフでさあ、はい、すいません、お中元を中元皆様に、はいはい、持ってまいりました。ありがとうございます。素敵な可愛いね、リボンがかかった箱でございます。うん、はい、占領箱みたいな。一応全員分多分あると思う。嬉しい、はい。もうちょっと、うわー、なんかこれ和紙に入って、和紙ですかそれは。はい。こちらです。こちらでございます。はい、キッチンペーパーですよ。いいですか、はい、触って。あ、すいません、こちらでございます。グッチユゾさんと、はい、元冬木さんの BG4 のキーホルダー。キーホルダーでございます。なんでちゃんとあの人数分あの、なんでそんな持ってんの。めっちゃあるじゃん。なんでそんな持ってんのよ、これ。これ、お中元の定番ですもんね。そうですね。お中元といえば、BG4 のキーホルダー。どうやって手に入れたの。ぜひカバンに。これは泣けます。なぜ BG4。 感動するでしょ。いや、まあまあそういう意味ではね、こういう形ではもうっていう感じも、いや嬉しいですね。ありがとうございます。本当になんかモーザ中学生さんの心配りに、はい、スタッフ、はい、出演者一同、はい、感動しております。わあ、ありがとうございます。こちらこそ。首かしげてる人が多いような気がする。それでは一旦ブレイクさせてください。Slay Night Dreamer Live on air。さあ、ということで本日ゲストにはもうザ中学生さん、はい、来てくださっている、まあ、ゲストというよりかは今日、はい、MC を担当なさっておりますので、私たちがお邪魔させていただいているという形でございますが、ちょっとメールも来ております、はい、もう9時22分。うわー、楽しい時間は中間だな。残念ですけれども、メール読ませてください。はい、ラジオネーム杉並のクレイジーボーイ FM 岩手。はい、生中継ならではの緊張感、ラジオ越しにひしひしと伝わってまいりました。安田さん、はい、福男おめでとうございます。ありがとうございます。でも2人だったからな、子供に自慢しちゃいますか今日はね、ちょっと思わず。まあ、じゃあ一応、はい、言ってみますね。お父さん、はい、福男になったよって。なったよって、はい、ね、一応、はい、言ってみます。郵便局の仲間にも言わなきゃ。郵便局は、まあ、昔勤めてたとこなんで、まあね、もう仲間もいないんですけども。ラジオネーム、別れ際ちょっとも気になる FM 岩手。モーザ中学生さん。はい。貯金箱の中の泰造さんは、はい。生きたまま入ってたんですか。それとも、あらかじめ、ちゃんと殺してあったんですか。やっぱり、生きたまま。生きたまま。泰造は生きたやつがいいからね、やっぱりね。はい、そうですね。うん、あ、そうです。はい、ギュッと凝縮で。ラジオネーム内閣低めゴリラFM 栃木。動物の鳴き声ゲーム、リスナーも参加ができて最高でした。はい、動物たちが、はい、安田さんね、体のどの部位を見ているか、はい、というのでもう一回やらせてもらえませんか。素敵な企画ですね。動物たちは安田の体のどこを見ているの。だからその脇が甘いの。最初スイッチ入れた時にいろんな音がさ、いろんな音が出ちゃってるから、ね、めっちゃすごい握力で音をスピーカー部分をさ、音をめっちゃ握る。いくら力入れたって一緒だからそれ。スピーカー部分だからそれ。じゃあ安田さん失礼いたします、はい、じゃあ安田さんのどの部分を見てるでしょうクイズ、ライオン編いきます。はい、いや、こ
これでわかんないだろ、これで。これでわかんの、どの部分か。お尻かな。わ、いい線いってますね。もう一回ゾウに聞いてみてください。はい、ゾウに、じゃあちょっと見してみます。よいしょ。あれっつってんじゃねえかよ。一緒だろ、さっきと。ほら、一緒だよ。どこ、わかんないなぁ。高木くんは？高木くんに教えます。タカちゃんにちょっと聞いてみます。高木くん。ジョイマン高木くんにちょっと。高木くん。有吉さん、安田さん、こんばんは。ジョイマン高木です。いつも日本に笑いをありがとうございます。ぜひこれからも健康に気をつけて頑張ってください。ジョイマン高木でした。いや、高木くんがどこ見てたかわかんないだろう。お尻だな、やっぱり。正解でございます。動物泣いてんだよ、また。キャ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 ってよ。切れよ。スイッチ切れやんだよ、スイッチをまず。全然成立してねえじゃねえかよ、このゲーム。答えは？答え結局何なのよ。あ、答えは、お尻、お尻で。張ってたのかよ。なんだよ、おい。全然成立してねえよ。全然成立しないですよ。最初にスイッチ入れたら、タサルジャングルのとか、邪魔だし。でも、この番組、毎週実は見てるんでしょいや、僕、これをやってるんですか、そのインスタライブのやつ。ネプリーグの裏なんで。ネプリーグの裏。月曜7時そうです、そうです。ってことは、有吉ゼミの裏でもあるってこと？そうだから僕はあんまり出れてないんですけど。出れてない、あ、そうだ、知らなかったです。曲はどこでしたっけ？曲は、やっぱし、CBC、あ、CBC? 名古屋名古屋でやってるんです。CBC でやってんの曲知れ知れ、謎だらけだわ。奥田民生でイージューライダー。Using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.com/dreamer. Sunday Night Dreamer.さあ、ということで、東京半蔵門から有吉弘行と、メンジェラス安田がお送りしております。さあ、スペシャルゲストには、舘ひろしさん。はい。どうも、こんばんは、舘ひろしです。よろしくお願いします。断った方がいいよ。それだったら。もう。さあ、ということでね、今日はもう、はい、もう中学生さんの、はい、ごめんなさい。また失念してしまいました。番組タイトルを。あ、もう中学生の、ソース、冷蔵庫のソース残り3分の2ですね。はい。ですねじゃねえんだよ。お楽しみいただいておりますけれども。ずっと変わり続けてんじゃねえ。もう中学生ははい。もうザ中学生さん、ちょっとプライベートの話になりますけど。これ言っちゃっていいのかな？これは、オフィシャルでは発表してないと思うんですけど、事務所。はい。ね、事務所に入ってるんですね。そうですね。Y。はい。ヤクザ事務所に入って。あ、そうですね。そうじゃねえだろ。暴力団の構成員。そんなことないよ。そうなんです。で、そうじゃ、そうなんですってやめた方がいいですよ。言わない方がいいですね。そうですね。はい。いや、言っていいよ。吉本でしょ？それぐらい知ってますよ、私だって。吉本美代子さんの個人事務所なんですね。吉本美代子さんの個人事務所。違いますよ。吉本工業で。なんだか吉本エンターテイメント。吉本クリエイティブエージェンシー。クリエイティブエージェンシーの。そうそう。はい。そうなんですけど、そこの所属ですけども、はい。同期は同期なんじゃかんじゃで、アイトゥイマテンで一世を風靡した。はい。ですよさん。ですよさん。が。はい。が同期ですか？同期ですね。ですにーが。もう、じゃあもう、花の何期生ですか？七期生花の七期生と呼んでいいでしょうね。はい。はい、それが代表って花じゃねえだろ。ですよが。ですよともう中だったら花じゃ泥だろ、それは。泥じゃないじゃない。これ見てよ、出汁でしょ。うん、いい出汁が。さっきに繋がったの。上頭の回収しなくていいんだよ。そうです。その二人ぐらいですか、七期は。そうですね。あと、江藤太平洋くん。もうやめちゃったんですけど、江藤太平洋くんとか。江藤太平洋、はい、やめた人いいんだよ、言わなくても。プースカーズ、プースカーズ。オチ、コントやって、オチの前で、うん、シャララ、シャララ。
終わりですでおなじみのあのなるほど、はい、名前知らねえからネタも知らねえんだよキングオブコントでねおなじみそうですね同じまあ出たんだろうけどね多分 1,2 回戦いや素晴らしい確かに花の7期生いないの本当に本当にいないんだねなんかちょっと番組の途中ですけどなんかもし告知とかあればお知らせがそうですねありますね、はい、そうそうありますか、はい、そうですね、カナブンがいよいよ、夏なんで、はい、いっぱい。出てますね。はい、出てくるんで、はい、カナブンがちょうど胸に止まって、ワッペンみたいにならぬよう、お気をつけください。はい。という、はい、それが、今週の土曜日です。土曜日ですね。はい、土曜日じゃねえよ。に起きます。はい。土曜日とは限らないだろう、別に。告知でそうやってボケたら面白いんだな。それは覚えとくよ。そういうパターンあるんだなと思って。それは ありがたいなと思って。面白いなと思ってるけど。あとは、インスタライブなんかもよくやってらっしゃいますよ。僕たまにちょっと拝見して お邪魔しちゃってるんですけど、すいませんね、本当に。火曜日、カードに、インスタライブやらさせていただきます、ね。カードはい。カードですので、はい、水木ではないということをお気をつけ。お気をつけください。はい。わかってますよ。火曜日と土曜日でしょあと、タオルケット、はい出した時に久々すぎて、ホコリがちょっとついてて鼻水出ちゃうのも気をつけて。そうですね。はい。はい、一回洗濯してもいいんじゃないでしょうかね。あ、なるほど。新提案。そうでもねえだろ。メノア。いいよ。CM 来れよ、それじゃあ。なんで。さあ、それでは、ちょっと番組の方続けて。ありがとうございます。番組中の CM だったのに。ちょっとメニュー表持ってきて。いい、はい、お願いします。持ってきていいんだよ、もうそれ。そのくだり。腹立ってきたわ、なんか。これは、はい、あれ見ていいですか、じゃん。発表、原付ランキング。あはい、ついに、発表させていただきます。ランキングも人気あるからね。原付きランキング。発表、原付きランキング。原動機付き自転車です、ね。ということですかね。はい。またお高さを。わ、これは大きい。わー、うわ、これ。わー、見てたー、学生の頃。学生の頃からやってたの、これ。すごい、本物だ。本物でしょはい、本物、モノ本をお持ちいたしました。ありがとうございます。はいはい、うわ原付ランキングボードが出てまいりました。ついに第3位から発表していきますので、はい、みんなで予想してみましょう、はいはい、うわなんだろうディオかな。それでは第3位はデカ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 じゃんじゃんミラーの部分。あー、なんだよ。第3位はミラーの部分です。場所なのバイクじゃないの。種類じゃないんだ。原付きバイクじゃない。リオかなとかタクトかなとか思ってたけど違うんだ。ミラーの部分部分だ。部分なの。第2位はじゃあ部分ランキングしろよ。じゃんカパッと開く椅子。あーヘルメット入るからね。メットインのね。メットインのとこそこなんだ。はい、これ何のランキング？人気ランキングなの？俺アドレスかと思った。アドレス。原付きってアドレス。アドレス。竹山さんアドレス乗ってたからな。第1位はドク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 じゃんどこよ。え ?61 票。え広がる、ガニになる足ガニになる足だ、はい、ついつい不良っぽさを出そうと思って、ガニになるんだよな、足が。これが61票獲得。61票獲得。うわガニになる足だ。以上、原付ランキングでした。イエーイ鳴り止まぬ拍手。パラパラですけど。もう結構、何週も1位じゃないですか、ガニになる足。ね、ガニになる足、結構なんだかんだ勝ち抜き勝ち抜きで、はい、7週。連続、はい、連続1位ということで。ほら、もうルビーの指はね、ほら、超えちゃいますよ。いや、あれまだ11週ですけど、その前は何だったんですか、じゃあ1位。その前の1位。ガニになる足の前ですか。7週の前の。何だったんですか。その時はあれでした、原付きの、原付きに乗るときちょっと、顔、サランラップした時の顔みたいになっちゃうよねが第1位でした。あ、そうですか。ちっちゃいからね、ヘルメットがね。中の肉厚の、安全なやつほど、そうなっちゃうよね。はい、肉厚だから、あんこが多いから。多いよね。そうなんですよね。多いですよね、じゃないんだよ。
MC でしょ ?MC でしょはい、MC です。MC、さっきからなんか、うん、何か出しては、なんかやりたいことやられてっていう感じの。はい。え？こえ、こういう、あの、関口博さんも変わんないでしょ、だってやってること。笛吹いてるだけでしょ、いやいや、そんなことないですよ。はい。吹くなよ。ヘビ出るぞ。いや、まあまあ、そっか。一個のゲーム。うん。ああいうことで言えばそうよ、そうよ。はい。あ、そういうことか、うんうん。あ、あっち、あっちの方もできますよ。そら、あの、サンデーモーニングの方の関口もできるし、そうです、ね、フレンドパークの方の関口もできるし、ね、ということですから。はい。朝7時も夜7時も、両方来てます。素晴らしい。はい。朝7時じゃないけどね、あれね。ああ、そうですか。じゃあいろんな種類の MC をなされて、はい。もちろんです。次のコーナー行っていいですか。はい。次、参りましょう。はい。持ってきて。いいんだよ、それは。ほら、あの、ニュースの、ほら、いろんなボードを作って、ボードはい、ちょっとよろしく頼むねっていう時の関口さんとか。涼を味わおうって何ですか？あ、そうですね。やっぱ、梅雨明けもね、はい、各地いろんなとこされたので、はい、涼を、ぜひ味わっていただきたいということで、量を味わおう。涼しさ、はい、涼しさを。涼しさの量ね。はい。おまけコーナーなんかから選んでみたんですけど。ね、9項目じゃなくてね、はい、おまけのもう一つ、ね。突然の注文だからどうなんでしょうか。ちょっとやってみよう。だってガサガサ。つなげよ、ここも。これ、ちゃんと。ここをつなげよ、まず。なんか音が。ここをつなげ、音出てんだよ、まだ。音が漏れてますけど。これ、ちゃんとオフィシャルで出てる、はい、尺、お尺でございます。尺由美子さんが CM やってた時の。はい。尺、お尺。頑張って、お尺しまーす。あ、かわいい、したったらしい。泡だらけになっちゃいました何頑張って、お尺しまーす。あ、尺さんね。はい。あ、はい。あ、何ちょっと、どうしましたはい、ちょっと、瓶のジュースが落ちました。瓶がちょっと重かったですかね。はい。はい。頑張ってるね。釈由美子さんがメッセージをくださるんですね、いろいろ。はい、これで皆さん今、量をいただいたんじゃないかと。そうですね。はい。さあ、ふんにゃとしてください。それ、何のジュースだったんですか栄養ドリンクは。あ、やっぱ、愛情一本、塩ビタと。塩ビタ。塩ビタがポロッと落ちた時の。もう中さんの顔が素敵でしたね。いや、ただのハプニングでしょうよ。Stay Night Dreamer Live On Air。 Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer さあということで東京半蔵門から有吉弘行とデンジャラス安田がお送りしております、はい、ということで今回は夜回り先生をやってらっしゃいます、はい、もう中学生さんそうなんです回らさせていただいております本当かよ回ってないだろうよろしくお願いします元ヤクザね、はい、元ヤクザはいって言うなよジュラリミンって言うな、はいラジオネーム卵かけたいまい、はいうん、FM 岩手もう中学生さん、はい、もう中学生さんがやってらっしゃるインスタライブは、はい、水木ですねあら違うのよ水木じゃなくカードでございますカードなんか覚え方があるといいんですけどそうですねカードなんでカード、うん丸いものにはカード、うん丸いものにはカードだよ、うん、そうですね覚え方カードだよ、はい、浅漬け浅漬け食べようカードうーん覚えやすいですかね、はい、それでいいですか浅漬け食べようカード、浅漬け食べよう水木って言っちゃいそうですねそれだとなるほど浅漬けだと、そうかな水水水って入ってきますからねなるほどカード、力ラーメン、持ち入り。力ラーメン、持ち入り。カードが。あ、そうです。カード抜けちゃったから。カードが抜けちゃってるんで。カード抜けちゃってるよ。カード。巻き場へ、牧場と書いて、巻き場。はい。巻き場、カード。巻き場、カード。自転車屋さん。自転車。
ストツストリートファイターツー食券食券食券で買おうよカード食券で買おうよカード, カードな、いいですね、はい、はいはいはい、それはいいかもしれませんね。なんとかカードにすればいいんじゃないですか。何々カードにすればそれ全然、はい、食券で買おうよカード、ね、いや、はいって言ったからだよ今。ごめんと正解聞いてるからね。ラジオネーム杉並のクレイジーボーイ、うん、FM 岩手。もうザ中学生さんの、はい、お中元をスタッフに持ってくるという気遣いに感動しました、はい、ということで、はい、地獄先生ヌーベーこれは出るんですよ。出ます。これはすぐ出る、ね、これはすぐ。これはガチャつきませんこれは大丈夫。今日なんかいろいろとそのセットをいろいろね、あの、はい、ご用意してくださいまして、これはあの、あ、もう大道具さんに。あ、いえ、あの、カーシェアリングの車で、あ、ここまで。あ、ご自身で。安全運転で。関口さん自ら、はい。そうなんです。ありがとうございます。はい、本当に申し訳ないなと、もうこ、もう胸いっぱいです。あら、嬉しいです。こちらこそでございます。ね、本当にこちらこそ。ありがとうございます。さあ、じゃあちょっともう、あら、もうこんな時間？いや、もうそうですよ。あともう15分という風になってまいりましたけども、うん、はい、もうちょっとじゃあ、質問していいですか？あ、クエスチョンタイム9でございます、ね。これだけは聞いてくれって言われてるんですよ。はい。あの、私の、親戚のおばさんに。あれ、親戚のおばさん、大事ですね。はい、豆の中で一番好きな豆なんですか。まあいい質問ですね。あ、豆の中でやっぱり餅神、餅神明さん、餅神的にやっぱいい質問ですね。やっぱ3個入りの豆がいい質問できました言わないいい質問できましたなんて言う人いないよ。いい質問できました。自画自賛しないんだよそれ。やっぱ豆、そうですね、3個入ってる豆がいいですね。このプルンと枝豆開けた時に、うんうん、あれ3つ入ってるっていう、その、はい、3個入りの豆が一番お豆の中で好きですね。あなたね、はい、あれさっきボタンも3個が好きだって言ってました、はい、そしてボタンは2つでしょう、うん、そうですね。枝豆も3個の枝豆が好きだって言ってましたけど、はい、あなた家で食べてる豆実は2個のやつでしょう。バレたバレてしまった。これが私の倍返しだヌーベヌーベ関係ねえだろお前ということでねということでじゃねえってコーナーお願いします。不毛だよ今のなんだよ今のよすげえ不毛だったわ。仮想大賞いっていいですか。あ、はい、仮想大賞何点かなでございます。はい、はい、仮想大賞でこれ何点かなって、これは本当に有名なやつだからね。仮想大賞ざわざわザ有名なやつですよね。探すなよ。一番有名なやつじゃないですか、はい、モーさんのやつで。そうですね、まあ、まあね、このコーナーで一番有名な毛沢東さんのね、一番、はい、毛沢東さん、もう東と書いてもう東沢、もう東沢じゃない、もう沢東だよもうさ、中山秀さん的なことですか。業界でひっくり返したの、あ、そうだったの、知らなかった急に。さあ、なんか、まあ、今から出し物をのタイトルを言うんで、うん、番号とタイトルを言うんで何点取るか予想してください。あ、なるほど、これは楽しい。はい、あのよく見る仮想対象の点数ボードが持ち込まれました、はい、ね、これは本物ですよね。本物でございます。本物じゃないでしょ。本物を大きなの持ってきました。本物の大きさが全然違うじゃないですか、はい、それではじゃあ出題します。13番歯磨き、さて何点取るでしょう。13番、もう答えるの、はい、シンプルだ、シンプルだってことは相当手が込んでるんですよ。16。あ、じゃあまあ僕は2人ぐらいでやるのかなと思うんで、はい、18点、はい、それでは正解は、え9点、10、11、12、いけ
12点でした。低いの、はい、低いんだ。13番歯磨き。はい。ちょっとお調子者の学生たちがやったのかな、じゃあね。小学生たちがやってるかと思ったから。そうかもしれないですね。もう一回だけ調整していいですか。はい。じゃあ、いきます。はい、出題します。5番、フランクフルト屋台。これは。5番だからね、序盤だから、みんな厳しめだからね。でも、14! おー。残念。いや、これこそ15位いきます。合格に行く。なるほど。はい、あ、でも、金ちゃん出てきて。16! 変わった。16! さあ、正解は?お、ほら。来た!いた。え?13点です。あげてあげてよ。あ、あげてあげてよ。で、15点です。15でも !16 いかない !16 いかなかった。一旦ブレイクします。Slay Night Dreamer Live on air.さあ、ということで、もう、終わりが近づいてきたんですよ、ね。もう終わりですね。3時間だと思ってたから、ちょっと油断してしまいましたけど、思わず2時間番組だった。2時間でした。はい。どうです?今、いっぱいメール来てますけどね。ラジオの黒羊。FM 群馬。うん、もう、ザ・中学生さんお疲れ様でした。歴史に残る放送でした。今夜、はい、ザ・の MVP は、地獄先生です。あとはね、そんな感じですけど、ラジオネームケニーマッスル、うん、FM 長野、うん、チンゲが絡まる TV は、はい、カーどうでしたね、うん、カーどうですよね。いや、チン、ま、チンゲが絡まる TV はカーどうじゃないんですよ、うん、はい、僕のインスタライブがカードなんで、なんて覚えたらよかったの。チンゲ絡まるカード、もう中カード。チンゲ絡まるもう中カード。これは覚えやすいですね。覚えづらいでしょ、全然。略してカードっていうか。じゃあもう最初からカードでいいじゃないですか。チンゲ絡まるもいらないでしょ。どうですか、これが今次世代 MC の筆頭と呼ばれているもう中学生さん AKA まるちゃんですけど、いや、もうそれなんですかね、 MC っていう感じはちょっとやっぱりそんなには、あっちのライブ見てもらう、たまにやってらっしゃいます、あのもう中学生さんの単独ライブ、はい、何でしたっけね、 あれね、もう中学生大会という、はいはい、ゲームコーナー盛りだくさんのゲストにシソンヌくんが出てくださったりとか、ね、いろんな方が、あんなシソンヌみたいな面白くない芸人うまく転がしてね、すごく面白く してるんですよ。そんなの、あの中学生大会っていうライブ、これはたまにやるんですか。あ、はい、たまにやっておりますので、ぜひとも、これがやっぱりもう中学生さんの真髄じゃないかなっていうの、僕そのライブ映像を見てから、あ、この人すごい関口さん、関口博さんみたいだなと思ったんですよ。あ、そうなんだ。またぜひぜひ、有吉さんもデンジャラスさんも出ていただきたいんですけど、はい、また本当にぜひ絶対出させてください。本当ですか。まあ、ということで、もうちょっと また一回じゃ足りませんでした。またぜひお越しください。ぜひお越しくださいましたら、よろしくお願いします。政治の話しましょう今度は。ぜひ切らせていただきます。また来週。